オットー三世は神聖ローマ帝国の皇帝、並びに東フランク王及びイタリア王、ザクセン朝、第3代の皇帝にして、第4代の王。初代オットー一世大帝の孫で、第2代皇帝オットー二世とギリシャ王女テオファヌの子。古代ローマ帝国の復興を目指し、ローマを首都とした帝国の再興を試みたが現実に合わず果たせなかった。1002年に21歳で死去。983年12月7日の父オットー二世の急死に伴い3歳で王位を継承した。即位後間もなく、父の政敵であったジョージのバイエルン公ハインリヒ2世が王位を狙ったが、オットー三世の母、テオファヌが摂政としてこの難局を乗り切り、王をよく補佐した。991年にテオファヌが亡くなった後には、祖母アーデルハイトがマインツ大司教ビルギスらと共に摂政を執り行った。994年より14歳で新政を開始。オットー三世は古代ローマ帝国を復興して、神聖政治を行おうとする意志を抱いていた。オットー三世も、祖父や父と同様に、イタリア遠征を敢行。ローマ貴族クレッシェンティウス2世の反乱により、ローマ教皇ヨハネス15世がローマから追放され、救援を請うたのが要因であった。だが996年4月初旬に、ヨハネス15世は、熱病で死去。オットー三世は同年4月12日の復活祭までパビアに滞在した後軍を進め、地元貴族を退けてローマに入城、祖父オットー一世の曾孫ブルーノをグレゴリウス5世として教皇に選出した。996年5月21日にオットー三世はグレゴリウス5世から定冠を受け帝位に就いた。帝国の文書局長にして、オットー三世の教師であるオーリヤックのジェルベールとプラハ司教アーダルベルトを助言者としつつ、オットー三世はフランクとギリシャの両ローマ帝国、そして教皇の権威を統合した普遍的な帝国の建設を構想する。これは母、テオファヌからローマ帝国の理念を教え込まれたからだとする説もある。そしてギリシャの宮廷儀式のいくつかを取り入れもした。オットー三世がローマを離れると、クレッシェンティウス二世は、ギリシャのローマ皇帝バシレーオス二世の援助を受けて、反乱を起こし、996年9月に、グレゴリウス五世を追放し、翌997年5月に対立教皇、ヨハネス16世を立てた。しかし、オットー三世は、同年冬に進軍を開始し、翌998年2月には、ローマに凱旋する。ヨハネス16世は逃亡したが拿捕され、鼻と耳をそがれ、舌も切り取られ、手の指を折られ、目をつぶされ、オットー3世とグレゴリウス5世の面前にて、職位執行が宣言された。その後現在のドイツ中部のフルダ修道院に移送された。また、クレッシェンティウス2世は、サンタンジェロ城に籠城したものの、オットー3世は998年の復活祭に、城を陥落させ、4月29日に斬首の上遺体を城壁に吊るした。グレゴリウス5世に聖油で聖別されるオットー3世。オットー3世は古代ローマ帝国の宮殿が建てられていたパラティーノの丘に古代ローマ様式の宮殿を新たに造営し、古代ローマの伝統を受け継ぐギリシャ宮廷様式の祭典を挙行。オットー3世は自らをイエス・キリストの下僕、使徒たちの下僕、世界の皇帝と称した。998年にはまた、ジェルベールにラベンナ大司教の座を与えた。999年2月18日に、グレゴリウス5世が謎の急死を遂げると、ジェルベールをシルウエステル2世として、教皇座につけた。オットー3世は自らを、初のキリスト者皇帝コンスタンティヌス1世に、そして、ジェルベールを、シルウエステル一世になぞらえての命名である。また、オットー三世は、コンスタンティヌス一世とシルウエステル一世が交わしたとされていた、コンスタンティヌスの寄進状を、いい加減で、虚構のものとして取り消すとともに、改めて所領の寄進をしている。998年から1000年の期間、オットー三世は、幾度か巡礼を行っている。南イタリアのガルガの半島やガエータへを赴き、ガエータではロッサノの聖ニルスにあっている。また聖ロムアルドからは修道士になるよう勧められてもいる。ローマのティベリーナ島に聖堂を建設し、聖アダルベルトの聖遺物と聖バルトロメオの皮膚を収めた。現在の聖バルトロメオ教会である。そしてオットー3世は手本とするカール大帝が眠るアーヘンに紀元1000年に訪れている。1001年にローマ近郊のティボリで反乱が発生。オットー3世は鎮圧するも住民の命は助けた。しかしティボリを敵手とするローマの住民らはティボリの破壊を要求。この不満によりローマ市民はトゥスクルム伯グレゴリウスに率いられて反乱を起こし、宮殿は包囲され、教皇ともどもローマから追放され、ラベンナに撤退した。オットー3世は兵を召集し再征服を行おうとしたものの、パテルノ城にて1002年1月23日に21歳で死去した。折しも、婚約相手のギリシャ王女がプリアに上陸した時であった。独身で子がなかったため、また、従弟のバイエルン公ハインリヒ4世が即位した。オットー3世の死因は、父と同じくマラリアによるものだと言われている。これは、ラベンナの周囲が湿地であったからである。また一説には、クレッシェンティウス2世のカフステファニアが、オットー3世を誘惑し毒を盛ったとも言われている。オットー3世の遺体は兵士によって、カール大帝の眠るアーヘンに埋葬されたが、現在では失われている。ありがとうございます。